豊浜にある魚広場です。新鮮な魚が中にたくさん魚屋さんがあってお食事もできる市場兼お食事所みたいな漁協さんがやって見えるところです。いや、ここは僕小学生の頃から来てるんで思い出深いというか、新鮮な魚をいつも買って帰らせてもらってるんで、今日は中をドンと紹介したいと思います。行ってきます。わあ、すごいですね。鮮魚がいっぱい。日頃も鮮魚市場。おわせ、かわいいですね。ああ、美味しそう。トロワシ。こっちサバですね。身が分厚いですね。美味しそう。あ、すごいですよ。サキイモ。大わさり。見てください。伊勢海老が大わさり食べてる。すごいですね。伊勢海老が大わさり食べてます。漁師のお兄さん、はい、どうも、どうも、こんにちは。すごいですね、はい、地元のものですか。地元の魚ですんでね、全部これは地元の、はいはい、あー、多いか、すごいな。やっぱり、あれですね、一カゴいくらっていうのが多いですね。多いですね、お得ですね、カゴで、すごい、すごい。あ、これ前買って帰りきったやつですよね。あの唐揚げ仕上げにしてたから、はい、美味しいですね。美味しい、うん、旨味が旨味で、ね、それはね、そうですよね、エビの甘みが、はい、あ、すごい、こっちにはブリもわらさかブリ、おー、ブリ天然ブリ3000円、安いですね。いいね、エビですでかい。ちなみにこれ、あの3枚におろしますって書いてあるってことは、多分おろしてくれるんですよね、これ買うとしたら。3枚おろすね。あ、いいですよ。よかったら皮も引くんでね。あ、皮も引いてもらえるんですか。あ、親切ですね。いいな。あり。これも3枚1000円ですよ。かなり大きいですよね、これ。大きい。大きいよ。はい、ね、30センチぐらいはあります。30センチぐらいはありますね。はい、大きい。コハギもめちゃめちゃ身が分厚い。そうだね、あるね。30cmありますよね。あるね、はい、ちょうど30ぐらいだね。いいものさせてこうやって。30cmのアジの干物が3枚で1000円ですよね。安い安い、うん、ちょっと朝ごはんに食べるには多いね。朝ごはんだとね、あのサバがね、意外に美味しいんだよ。あ、これぐらいの、いいですね。これこの地元ですか。地元で上がったサバで、小さいけど、朝ごはんとか、お年寄りはこれぐらいがちょうどいい。あ、ちょうどこれちょうど釣れますよね、豊浜の釣り桟橋で釣りしてると。そうそう、だって、うん、これここの前で上がった。小瀬川栄さんがそこで釣ってきたの。本当ですか。そうそうって言っちゃってる。私が夜な夜な行ってるんですよ。仕入れに。夜な夜な仕入れね。ご苦労さまです。怪しい人だ。いやー、盛りだくさんの川栄さんでした。豊浜屋さんです。全然入っちゃって大丈夫ですよ。いや、すごい、シラスが、シラス大量にありますね。いつもお世話になっております。はい、豊浜屋さん大将です。いいですね、シラス。やっぱり、ね、新物なんですか。はい、あ、これは諸崎のね、諸崎の、はい、有名ですね。農林水産大臣賞。あ、また知らず、ね、全部ちりめんは丸井さんの。あ、そうなんですね。はい、美味しいです。美味しいですよね、ちりめん。わ、海苔もありますね。海苔、わ、しかもいろいろ種類が。明太海苔、明太海苔、ほう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 、はい、ウニ、数の子、贅沢。すごい、なんか色が黄色い。これは海苔じゃない。海苔じゃないです。ウニ、あ、ね、これは椎茸海苔、磯海苔、磯海苔、
で、青海苔、しそ海苔、しそ海苔、わー、ラインナップも。これちなみに言うと選べるんですよね。選べますよ。1個300円で4つだと1000円、だいぶ割安になりますね。びっくりするぐらいすごいですね、はい、これちょっと選ぶの楽しい、はい、4つ買ってっちゃいます、ね、また買っちゃってください。すごいな、はい、わ、もずくもあるし。これはこれはサッパ、サッパですか。そう、サッパ用紙とるね、サッパ。さすが釣り大使、サビキで釣ります。僕サッパってなんですか。これか、ママカリってこれですか。そうそうそう、ここらでは金皮って言うんだけど。金皮、あ、なるほど、サッパのことなんだ。サッパのことなんです。さっき食べたんです、実は。はい、ですごく美味しくて、このお魚なんですかっていうので金皮って言われたんで、何かわからなかったんですけど。サッパなんだ。謎が解けました。すっきりしました。もうやっとボールが飛んでたかもしれない。これサワラですよね、この尻尾。隠したんだけどね、これね。あー、大きい。え、何、尻尾で分かったね。うん、進んだね。時期ですもんね、今。秋は美味しいです、サワラ。めっちゃ大きいです。めっちゃ大きいです。はい、今一番前。油が乗って、マルカン商店さんです。マルカン商店。あ、すごいですね、干物。美味しそう。出来たてはね、今日のやつは。はい、ちょっと豆鯛なんですけどね。あ、これ今日出来たて。そうですか。すごい、すごいな。冷凍とかじゃしてないから。あ、まあ、してないですね。地元の品、豆鯛、地元の品をタチウオ、はい、やってますね。すごい、おいしそう。干物ってやっぱ一回冷凍かけちゃうとね、ちょっと水っぽくなったりとかしますもんね。ね、できるだけ冷凍しないで食べていただきたいんですけど。いやー、すごいな、豆鯛。美味しそう。取ってありますのでね、食べやすいかと。すごい、これは親切です。あ、骨もない、骨がない、すごい、うん、タチウオも小骨やなんかみんな取ってあります、はい、ものすごい丁寧ですね、はい、すごい。あの、じゃあ背びれのとこの。そうです、はい、みんな取ってありますね。あ、すごい、仕事が丁寧なものですね。タチウオ特有の、はい、そうですね、すごい綺麗、銀色の皮が。美味しそうですね。焼くだけですね。家で焼くだけで楽しめるっていうのが一番ね、いいですね、気楽でね、うん、主婦の方にもね、うん、干物は人気ですね。はい、吉瀬さんです。人気にはわかめ、ラメ、いろいろおつまみっぽいものがたくさんありますね。おろろ昆布、はい、あ、おった、お、何ですかこれは。すごいじゃないですか、サザエがめっちゃいっぱい。あ、これサザエですか。すごい、1個150円ですって。サザエ1個150円、選べる。そうだよね、はい、バーベキューに最高。すごい気持ちが分かります、うん、分かりますね、はい、大アサリがあって、こっちもこっちの大アサリ大きいですよ、はい、ほら、げんこつぐらいある。うわ、すごいすごい、アワビもあります。これは一年中貝類は、貝はもう一年中あります。あ、そしてワタリガニが、はい、ワタリガニはもう今が旬だから、ね、なるほど、はい、これはあれですか、挟まれないように下のあれが切ってます、こちらはこのように半分切ってます。ここがついてるとパチンと手を切られちゃうから、はい、ここを切ってます、片っぽね。なるほど、なるほど、片っぽ切ってます、挟まれないように。実は言うとね、この間お母さんにね、はい、あの、カカシガニを、カカシガニを食べさせてもらって、美味しかったね、あれは。カカシガニの目が、あれ、あのようになります。コーラで作った、お面が。お面がいっぱいいる。すごい。お、お面。すごいなぁ。これはコーラです。イワシも安いよ。イワシ、はい。イワシ、すごい。見てください、目がキラキラしてますよ。すごい、めちゃめちゃ新鮮ですね、うん、取れたてですね。お刺身でもいけそうじゃないですか。お刺身いきますよ。美味しそうだね、油も乗ってそうだし、こっちはイワシを干してます。え、これで300円ですか。とんでもないな。だってこの、ちなみにこれも500円。今日あなたのとね、こちらがお安く、300円。カニさんがいっぱい。こっちのサナイはちょっと大きいんで、大きいですね。250円。すごい、くっついてる。新鮮だな、これも。こちらは300円のサザエがまたこちらにあります。
まだサザエがある。サザエだらけ。あ、こっちにも。こちらは300円で特大サザエ。大きい。あとはこちら150円。大地くんの拳より大きいんじゃない。すごいくっついてる。ほら、大きいっすよ。あ、水が飛んでる。カメラにカメラに飛ばさないでね。すごい。こちらが100円。確かに150円。簡単さになってます。あー、すごい。あと大わさびも100円から。大きさによって違うよ。300円。大きさによって違います。すごいですね、はい、新鮮な。ここはこっちにもカニがいますよ。お、こっちめっちゃ元気ですね。怒ってる怒ってる。お、やるのかな。でもハサミが切ってあるんで僕の勝ちです。大竹水産さんです。お、すごい。エビが、でかいエビが。すごい。もりもりですね。すごい、これ。エビぐらいにしたら何センチぐらいになるんだろう。すごいですよ。このエビは大きい。浜エビも、ここはエビがすごいいろんな種類なんですね。うん、エビが。エビね、大丈夫。このエビなんですか？めっちゃ大きい。めっちゃ大きいし、僕の顔ぐらいあるんじゃないですか。うん。すごい。すごいな。エビ、エビ美味しいですもんね。うん、焼きエビ。ああ、焼くと美味しそうだね。焼きエビ食べたいですね。こういうの買ってやっぱバーベキューとかいいですよね、みんなで。あ、この前買ったことありますね。イワシの丸干し。はい。買ってきましたね。美味しいんですよね。これ実は揚げても美味しいんですよね。うん、素揚げでね。素揚げで。うん、骨までペロッといけるから。すごいいいビールのあてになるんですよ。イカくん、ここなんか酒のつまみみたいなのがいっぱいあるですね。いただきます。うん、いい感じの。もうこれ外さないですよね、絶対こういうのって。魚広場大竹水産、これいいな。しっかり入ってる。500円。コンビニで買えないですね、イカを。やっぱりここで買っていかない。お父さん1週間ぐらいビールとこれで生活できるぐらい。本当ですね。佃煮もちりめんもあって。ありがとうございます。はい、こちらです。人気ですね、はい、動画撮ってる間にも人気だもんで、バンバン売れてきますからね。すごいですね。はい、このアサリの旨煮はこれですか。アサリの旨煮、あ、これですね。すごい、レンちゃん、切り辛めちゃめちゃいっぱいありますけど、なんかすごい美味しそう。ここいただきます。身がふっくらしたアサリが、しぐれなんですかね、これは。旨煮ってこと。うん、多分そうです。いただきます。うん、結構、あ、すごい、後から辛みが、貝の旨味と、結構ふっくらしててフレッシュだなって思ったんですけど、味がしっかり染みてて、そして後から来るこのピリ辛の味、美味しい。いや、ちょっとこれおすすめです。ビールめちゃめちゃいっぱい入ってますもんね。うん、でもね、多分飲み出したら一晩で食べちゃう。550円、これおすすめですね。人気商品。えびせんべいの里直売店ということで、あ、いっぱいありますね。ちょっと先ほど伺ったんですけど、あの三浜のインターのところにえびせんべいの里って大きい工場兼あの食品ができたり直売所あるじゃないですか。あそこの原点はなんとここ豊浜なんですって。へ、ここから移転してあんなに大きくなったということで。ここがなかったら、ね、みんなが美味しいエビせんべいを食べれなかったかもしれない。かもしれないですね。すごいですね。美味しさいろいろ詰め合わせ。こういうのは楽しいですよね、もらって。これあの写してるとすごいちっちゃく見えるんですけど、大地くん持ってみてください。えらいジェガ。大地くんちなみに184センチ身長あるんで、めちゃめちゃ大きいですよ。35センチぐらいある。はい。パックとして。すごいですね。そうですね。隣も美味しさいろいろボックス。あ、これ、あ、これお土産にいいな。これいいですね。うん、ちょっと南下行ってきたんです、はい、よかったいい感じですね。あ、ここにも試食コーナーが、大地くんの大好きな試食コーナーが、は
すごいめちゃめちゃいっぱい。これ全部だからエビせんべいの里さんで作ってる商品のやつですよね。めちゃめちゃいっぱい。まだこれ以外にもあるんですけどね。まだこれ以外にもある。すごい、25種類ここにあるだけで27種類、はい、ああこっちは2つ空いてる、ね、まだね、あまだ空いてるそうです。いやすごいですね。一番人気のお土産とかっていうのは、お土産、はい、お土産ですともうタコの唐揚げとかね。あタコの唐揚げ僕も買って帰ります。タコの唐揚げ、あこれこれだ、はい、タコ何回も買わせてもらってます。これいいですよね、美味しいです、ね、また紙がちょっと高級感があっ て, あって、お土産とかにもぴったりですね。1080円。あとはね、ここでしかないのが割れ線コーナー。割れ線、割れ線、うん、当時のみ限定のね、はい、ここですね。あ、ここね、あ、この浜線美味しいですね。あれなんですね、割れ線なんでちょっとお得にっていうことですね。あ、ここでしか買えない、お買い得でちょっとお家で食べる分には十分です、ね、はい、割れてるって言ってもそんなに割れてるわけじゃない、かけてるぐらいのレベルですよね。枚数の不揃い、ね、あすごい人気すぎて売り切れちゃってますね、こっち。あミックス売り切れですね。神話堂さんです。ちょっとお姉さん映りたくないそうなんで、綺麗なクレさんなんですけど、いやせんべいがいっぱいですね。ずらーっと、ずらーっと油で揚げていない焼きせんべい、こっちも揚げてる割れせん、割れせん、すごいいっぱい、いろいろ品揃えが、はい、ここはもうせんべいの専門店みたいな感じですね。感じですね、はい、まあ、ちょっと海苔とかもあったりとかしますけど、あーすごいですね、いろいろありますね。ん、何でしょうこれは。え、なんですか。秀才くん、秀才くん、日々努力勉強の積み重ねが秀才くん、美味しいエビせんべいを育てます。勉強すると美味しくなるってね。天才くん、 1% の才能アーモンドを足すと天才になるそうです。 99% の努力、あこれちょっと受験生にいいかもしれないですね。いいですね、これは自信がつくかもしれないですね。はい、優等生、ネーミングセンスがありますねこれ。ですね。真面目に焼いた真面目な味だから美味しい、だから優等生、素敵ですね。あこれ見てください、イカ焼きも甘口濃い口と好みで買い分けれるように、ね、いや迷うな。あでもこういうのもらって嬉しいですよね。お土産にいいですね、でこういうの、うん、そんなにお値段もね高くないもんで、はい、いろいろ入って、はい、すごいですね、イカにエビに、あ、ふりかけもあります。ふりかけ、タコふりかけ、アゴふりかけ、シラスふりかけ、すごい、その上が気になる。じゃんじゃん、アオサ入り伊勢エビ味噌汁、おいしそうじゃないですか、うん、ちょっと一袋540円、伊勢エビの540円で味わえる粉末タイプ、はあ、多分お湯で溶かすと伊勢エビの香りがするんでしょう。いいなぁ、これもちょっとお土産いいですね。こういうお土産屋さんみたいな感じですね、うん、ここは色々は。あそすごい、じゃんじゃん、これタッパーに入ってるのは全部試食コーナーです。これだから多分ほとんどあるんですよね、天才くんたちは。はい、あいたいた、あやっぱりあの並んで並んでいますね。じゃんじゃん、じゃんじゃん、ちょっと行ってみますか、秀才くんから全部食べる、はい、まず1個ずつ、じゃあいただきます。秀才くんいただきます。努力してますわ。意味が分かんない。コメントの意味が分からない。美味しいです。もう次優等生食ってよ。ちょっと待ってくださいね、本当に一番オーソドックスな感じのこの秀才くん、秀才くん味付けですね。だけどシンプルなだけに多分難しいんだと思います。美味しい、優等生いきます。うん、海苔かな、海苔の香りが、うん、香りがアクセントに、あ、そうですね、海苔が入ってますね。うん、
優等生ですわ、これ味が優等生だった、はい、そして僕が一番この気になっている 1% の才能アーモンドが入った天才くん。でも 99% 努力って書いてあったよ。秀才くんプラスアーモンドなイメージだと思うんですけど、いただきます。あ、そんな感じ。でもそうだと思います。アーモンドの香りが、うん、あ、お茶が欲しいです。今日は一番奥の左手まで来ました。また大きいお店ですね。南知多町を走ってると柳さんっていうスーパーがたくさんあるんですけど、そこの販売を柳さんがやられてる、加工の伊三郎さん一緒にやられてるお店ですね。着物があって、みりんごし、つくだ煮ときて、あ、何ですかこれ。カシエビのピザ、ピザ、ナポリ風ピザ、豊浜さん、すごいですね。ちょっと気になりますね、これ。赤シャエビは鮮度にこだわり、豊浜港を水揚げされた赤シャエビのみ使用しました。すごいですね。結構ね、持つと分かるんですけど重量感があるんですよ。へえ。生地が分厚いんでしょうね、しっかりしてます。で、見てください、エビが、あ、めちゃめちゃ見えますね。いっぱいよ。贅沢ですね、これ。これ家でだからトースターとかで焼けば、うわ、食べれる。美味しそうだな。南知多発のはんぺん実演販売、土日はここで実演販売をやってみる。まあ、すごいテレビ取材も入ってるやつですよね。すごいですね。物産地、我が家ロッチ、いっぱい揚げ店、物産、物産めっちゃ目見開いてますけど。今日は残念ながら平日なんで、はい、ないですけど。土日祝でやってる。土日祝。すごい、土日祝はちょっとこの半分。実演販売、気になりますね。ほかほかの揚げたてをどうする。美味しそうですね。美味しく安全な無添加仕上げ、いいですね。まだまだありますよ、いろいろ着物ですね。着物もいっぱい。これ美味しそう。ねえ、ふりかけ、ふりかけ、ちりめんのふりかけ、いろいろ種類があって、じゃじゃん、梅チリ、美味しい、これタイチリ、野沢菜チリ、イカ昆布、すごいな。あ、試食もありますって。ちなみに言うと、魚広場、恥ずかしがり屋の店員さんが多くてね、誰も入ってくれない。そうだ、ね、一人ぼっち。ちょっと豊浜のタイ広場、タイチリ麺が気になる。豊浜魚広場はタイのモニュメントがあるんで、タイの結構何細かいの。あ、そんなこともね。あ、そうですね、タイの身も入ってますね、これチリ麺に。いただきます。塩味が、うん、ちょうどいい、美味しい。タイの身の味もします、ちゃんと、そうですね、美味しい。ご飯がご飯が家に持って帰ってね、子供たちと一緒に食べたりとかも良さそうだね。絶対いいですね。いい、贅沢になってこのふりかけをかけないと食べない子供になったり。卵ふりかけじゃないとかねって。タイチリ麺じゃないとご飯食べないんだからって。そんな子供はちょっと。でもそれぐらい美味しいです。いいですね。ありがとうございました。珍しいですね。試食あるんで食べて。じゃあよかったらご言葉に甘えて。冷めてます。いただきます。身がね、ホクホクなんですよ。すごい脂がめちゃめちゃ乗ってますね。うん、美味しい。みりんになりますね。塩で、こっちがみりん干し、甘みがしっかりあって、カワハギのたまり干しもある。すごいな。これも直売で、はい、加工場で。身がしっかり熱いんですね。これも珍しいですよ、うん、数量限定なんで、なんか早めに来ないと、もう売り切れる。もう売り切れる。美味しい。天気で多分高い。あ、また運が良ければ
不明なんで、だからその時期のもので美味しいものをっていうのがいいですね。またチャンスが市場食堂さんです。前以前取材させてもらったことありまして、向こうの方にあの建物としてあったんですけど、この度豊浜のこの魚広場の中に入り口右手がですね入ってこられました。定食がいっぱい、僕は結構いつも刺身定食、刺身定食、ここちなみにこのメニューに載ってないんですけど、煮アナゴ丼がうまいです。あ、美味しいですね。岩瀬さん好きですね。どうも。今日は10月1日からなんと冬料理が鉄砂鉄筆煮フグ、うまそうですね。美味しそうですね。はい、入り口にある川栄さんが奥でお食事ができるところをやってみます。なんとですね、ここ海鮮丼が有名なんですけど、目の前のこの干物美味しそうですね。トロ味、このここに置いてある干物を選んで、なんと中で焼いてもらって干物定食、自分で選んだ干物を干物定食という形で中で食べさせていただけるということで、早速このアジをぜひ焼いてください。僕このアジ気になるんでよろしくお願いします。楽しみだな。アジ美味しそうですね。海鮮丼の人気ナンバーワン、すごいなんか写真合成です、ね、合成です、ね、しかも1100円でお値打ちですね。赤だし漬物付き三色丼もいいですね。これ貝ですね。なんか全部食べたくなる。ウニ、イクラ丼、カニ丼、アナゴ丼、ネギトロ、シラス丼これは豪華だな。限定7食、あ、もう売り切れちゃってます。これはタコ飯ですね。あ、タコ飯有名ですね。いいですね。はい、豊浜のお魚広場ぐるっと回ってきましたけど、すごい魅力がいっぱいでしたね。改めて普段来ているよりも今回取材ということで細かく見させてもらったんですけど、地産名物になりそうな美味しそうなものがたくさんありましたね。ちょっとあれですよね、試食しすぎてご飯食べすぎてお腹いっぱいなんで、ちょっとお腹いっぱいです。魅力いっぱいでしたね。豊浜魚広場おすすめです。ありがとうございました。バイ。